このチャンネルは J3 バンラーレ八戸のホームタウンのおすすめしたい飲食店、観光地などの動画を皆さんにお伝えしているチャンネルになります。ぜひ最後までご覧ください。そして応援の気持ちでチャンネル登録お願いします。こんにちは、バンラーレンタカーのいっちゃんです。今日は青森県八戸市発色センター内にあります瀬戸寿司さんへ行ってきました。今回注文したのは海鮮丼です。それではいただきます。発色センター内の飲食店の中でも行ったことのないお店でとてもワクワクしていました。店内はカウンター、お座敷、テーブルの席があり広々としていて多くの方が座れます。ご飯は酢飯か白米か選べましたが、私は酢飯に決めました。白米の場合は瀬戸丼と注文するみたいです。海鮮丼だけではなく、お味噌汁とたくあん、ひじきの煮物、切り干し大根もついていて定食のようでした。海鮮丼の上にはマグロ、ホタテ、イカ、ヒラメ、イクラ、ハマチ、カニ、ホッキ貝が乗っていて、今まででも海鮮丼を食べてきましたが、こんなにたくさんの種類が乗っている海鮮丼は初めてな気がします。たくさんのネタが乗っていたので味が毎回変わって食べることができ、味に飽きずに食べきることができました。マグロ、ハマチはとても脂が乗っていて美味しかったです。イクラはプッチプチで、貝はコリコリ、本当にどれも新鮮さが抜群でした。海鮮丼はとってもボリュームがあり、半分以上食べたところで実はお腹いっぱいになり始めていました。海鮮丼やお寿司の他にも麺類もあり、お寿司とのセットで頼めたりとメニューも豊富でした。お持ち帰りもやっていて、おにぎりからお弁当、お寿司、惣菜メニューも充実しています。ぜひ発色に来た際は行ってみてください。他にも皆さんにおすすめの飲食店の動画が上がっておりますので、またそちらの動画でお会いしましょう。まだチャンネル登録されてない方はお見逃しのないようチャンネル登録お願いします。本日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。